ベル検出器の中央ドリフトチェンバー。国立科学博物館の展示。ドリフトチェンバーの中に多数のワイヤーを張った構造をしている。家電粒子を効率よく捉えるために、ガスは単原子分子である気ガスを主として多原子分子のエタン、メタン等を混合したものが用いられる。ワイヤーは陽極と陰極に分かれており、 ある区間で陽極に行くほど急峻な電場勾配を作り込む。家電粒子がガスを通り抜ける際に、気ガスの分子が電離され非イオンと電子に分かれ、電子は陽極、プラスイオンは陰極へと移動していく。電子のドリフト速度は、ガスの種類、圧力によっても異なるがおよそ 5cmμS 程度であり、陽極近くでは、急激に電場勾配が強くなり、ドリフトした電子が、 電子流れ現象により増幅されることで陽極に達した多数の電子がワイヤーに電荷を有機される。この結果として特定セルの陽極に電気パルスとしてのシグナルが生じ、過電粒子がセルを通過したことがわかる。同時に電気パルスを時間軸上に分解することでセルのどの地点を通過したのかが計算で求まる。また高速の家電粒子であれば、 複数のセルを通過することが可能であるため、おのずと奇跡も同時にわかる。陽極近辺で急な電状勾配が要求されることから使用されるワイヤーは10ないし20マイクロメートルの直径のものが一般に使用され、この細さで十分な強度が得られるものとして、レニウムを混ぜたタングステンワイヤーが使用される。一方で陰極を作るワイヤーには、 細さはさほど要求されないので、アルミ、もしくはベリリウムと銅の合金製の直径約100マイクロメートル程度のものが使用される。有機された電化は 1PC 弱と微小であるため、電気抵抗低減の目的で、陽極、陰極両方のワイヤーとも金メッキが施され、また検出用の増幅器には高感度の増幅器を用いる。実際の実験では、 ドリフトチェンバーよりも時間分解能の良い検出器が置かれており、ドリフト時間のスタート時刻を決定している。素粒子、原子核実験で家電粒子の飛行時間を測定する装置は、オーダーとして 100PS に達するプラスティックシンチレータを用いられるので、これらでタイムゼロを決定する。ドリフトチェンバーは、 小型のものから大型のものまで様々なものが実験に合わせて設計され作成される。大きなものでは、高エネルギー加速器研究機構で過去に行われたトリスタン実験用のドリフトチェンバーは直径が3メートル、長さは10メートルのものが使われ、大型ハドロン衝突型加速器実験用のドリフトチェンバーは直径が6メートル、 長さは15メートルにも達する。ありがとうございます。